ああ、誰も僕のことなんか分かってくれない。女になるってことは本当大変なんだから。でも僕も甘かった。大変だってこと全然知らなかった。もうこれからどうしていいかわからない。こうなったらいっそのこと。今回は2023年7月12日に自ら命を絶ってしまったテレビタレントのリューチェルさんについてお伝えします。周知の通り、リューチェルさんは男性が好きだと公言しており、そのことで批判を浴びたり偏見の目を向けられてしまったことがたびたびあるなど、その裏には LGBT 問題が関係していることが濃厚です。そんなリューチェルさんの状況を世間が認知することになったのは2022年8月、当時結婚していたペコさんとの離婚発表と同時に自らのことをカミングアウトしました。ごめん、もう僕耐えられない。離婚してくれないか？どうしたの急に。実は僕男が好きなんだ。え？あ、でも君のことは当然好きだよ。あ、うん、それは分かってるけど。実は息子のリンクも生まれて、父親ってことは誇りに思えるんだけど、自分っていうものを隠し続けていたせいか、夫として辛さを感じるようになっちゃって、男としてしっかりしなくちゃって思えば思うほど、本当の自分とのギャップをどんどん感じちゃって、まさかこんなに苦しむとは思ってなかった。ごめん、こんな弱い人間で。そっか、大変だったね。分かった、離婚しよう。これからは違う家族の形を見つけていこうか。同居はこれまで通りに続けて、事実婚っていうのはちょっと違うと思うけど。ありがとう。正直墓場まで持ってって欲しかったって気持ちがないというのは嘘になるけど、でもこれからリューチェルがいろいろ抱え込んだまま何十年も生きていく方がよっぽど怖いし、これで良かったんだよね。こうして自らのことをペコさん、そしてメディアを通じて一般人にも告白しました。そこからリューチェルさんに対し誹謗中傷を浴びせる方が増えることになっていきます。ああ、前々から分かっていたのにペコと結婚したの？それに子供まで産んで。いくらなんでもペコと子供がかわいそうだろう。全くだ。そもそもトランスジェンダー？気持ちが悪いったらあらしない。この背景としては LGBT に関する差別や偏見があったと言われていて、昔に比べて理解や認識は高まりましたが、今なお根強いものが残っているようです。そしてリューチェルさんの訃報を受けて SNS にて誹謗中傷をした方が特定されることとなってしまいました。リューチェルさんが自ら命を絶った原因はこれだけではないと思いますが、心ない声を浴びせ続けるとこのような事態になりかねないので、自身の発信にはくれぐれも気をつけるべきだと思います。ただリューチェルさん自身はカミングアウト以降もいつにも増して強い表情でメディアに出演するようになりました。リューチェルさん、いろいろと騒がれてますけど、ずいぶん前から認識はされてたんですか？はい、最初に告白したのは母親です。最初は育て方を間違えたと言われてしまって。なるほど。リューチェルさんにとってもショックが大きかっただろうと思います。はい、でも母はその後いろいろ悩んでる僕をずっと励ましてくれましたし、今では感謝してもしきれません。理解もしてもらうのも難しいけど、僕は僕です。差別や偏見のない社会を作るために頑張ります。このようにいろいろな逆境にも負けず、一生懸命戦っている姿がうかがえました。さらに仕事の場だけではなく、プライベートでもリューチェルさんはいつものキャラで周りに接していたようです。こんにちは。あら、リューチェルさん、こんにちは。今日も明るいわね。それが僕の取り柄ですから。そういえば聞いてくださいよ、この前。なになに？そんなことがあったの？こうして誰とでも気さくに接している様子でしたので、リューチェルさんの訃報を聞いて誰もが驚きました。ただカミングアウトする前は苦しかった胸の内を明かしましたが、誹謗中傷の声だけでなく、そこからの本当の大変さをリューチェルさんも十分に認識することができなかったために、このような結果を生んでしまったという意見があります。その後リューチェルさんは女性のような姿を SNS などに頻繁にアップするようになりました。中には女性のように胸が膨らんでいる画像もあります。
胸が膨らんだ原因としてはパッドとブラジャーを着用しているため、ホルモン治療を行っているため、包茎治療を行ったためなどが考えられますが、どうやらパッドやブラジャーを着用しつつホルモン治療を行っていた説が一番有力のようです。そしてこのホルモン治療がリューチェルさんの命を絶つことになった一番の要因だという噂です。なるほど、女性ホルモンの投与ですか。先生、何か問題でもあるんですか。リューチェルさん、くれぐれも言っておきますけど、投与しすぎは厳禁ですし、そうでなくてもいろいろと苦しむ可能性があることを覚悟してください。そんな大変なんですか。女性ホルモンで男性ホルモンを抑える行為は本来ならおすすめすべきではないんです。その結果うつ状態になり、いろいろな不都合が生じることも多いんです。そうなんですか。それにホルモンバランスが崩れると大変です。更年期障害は女性の方が大変って聞いたことがありますか。あれもホルモンバランスの乱れが大いに関係してますし、男性では想像もつかないくらい女性はデリケートなんです。わかりました。それでもお願いします。自分に嘘はつけないし、みんなの前で性のことを発表した以上、全てを受け止める覚悟はできてます。そうですか。では協力しましょう。こうして女性ホルモンを注入することになり、女性らしい体に近づいた反面、いろいろな悪影響を及ぼすようになったという噂です。このホルモン関係について少し補足すると、男性が女性ホルモンを投与した場合、メリットよりもデメリットの方が大きいといった現状があるようで、自ら命を絶ってしまうケースが少なくないみたいです。ああ、なんか生きる意味が見出せなくなっちゃった。こういう側面があるから女性ホルモンを投与してはいけないといった話ではありませんが、安易に女性ホルモンを投与することは絶対にやめるべきだと思います。そして LGBT とかは関係なしに、女性が男性ホルモンを投与する場合もあります。どうやら活力や行動力は男性ホルモンに由来していることが多いらしく、無気力になった女性に男性ホルモンを投与すると元気になったという事例もあるようです。ふふん、なんか元気いっぱい、お掃除頑張ろっと。ただ男性ホルモンの投与にも当然デメリットはあります。ちょっと何よこの汚い部屋、今すぐ片付けなさい。え、ごめん。でも母さん急にどうしたんだよ。いつもは穏やかで優しいのに。うるさい。ああ、もうイライラする。このような性格の変化などデメリットは多数挙げられます。男性でも女性でもホルモンの過剰な投与は禁物だということは認識しておかないといけません。そしてホルモン投与の影響からか、リューチェルさんの行動などにも変化が現れるようになっていきます。過剰に投与したためかは不明ですが、もともと繊細な性格かつ誹謗中傷の声も絶えず状態でしたので、ストレスの影響もあった可能性も考えられます。おいしい。おいおい、めちゃくちゃ食べるな。リューチェル、いつもそんなに食べてたっけ。なんでかな、なんか無性に食欲が。ホルモンの影響かな。ああ、お腹いっぱい。やっと食い終わったか。それで仕事の様子とかは最近どんな感じ。うん、相変わらずいろいろ言われてるけど覚悟はしてたかな。あんまり無理すんなよ。うん、でも時々無性にイライラする。なんでこんなにいろいろ言われないといけないの。僕あなたに何か悪いことしたって。まあそうだよな、その人に危害を加えたんならまだしも。ほんとそれ、僕の気持ちを知らないで勝手なことばっかり。こんな辛い目にあってばっかりで人生楽しいのかなって思うこともよくあるんだ。え、急にどうした。このまま生きててもいいことないんじゃないかってそう思うと。おい落ち着け。ごめん、こんな変な姿ばっか見せちゃって。いや全然大丈夫だよ。なんかね、最近ホルモンバランスがおかしくて、急にイライラしたり落ち込んだり、そうかと思えば急にテンション上がったりして、かと思えばこんな感じで泣いちゃうこともあるし、感情がもうめちゃくちゃ。そっか、ほんとダメだよね。
会社やってるし、子供も立派に育てなくちゃいけない。それに差別や偏見のない世界を作っていくって決めてる。だからもっと強くならなきゃいけないのに、こんな泣いてばっかの泣き虫じゃ。辛かったら別に泣いていいと思うぞ。え？だってそんなの人間なら当たり前だろ。誰だって弱いし、泣きたくなる気持ちなんて俺だって持ってるよ。もともとありのままのお前を見せるって気持ちでカミングアウトしたんだろ。別に隠す必要もないと思うぞ。そっか、うん、そうだよね。ありがとう。芸能活動してるからって無理する必要ないよね。俺でよかったら話を聞くからさ、好きなだけ話してくれよ。うん、わかった。今こんな感じになっててわかったのは、女の子って本当に大変だってことなんだ。その上毎月生理が来るとか。女の子を尊敬するよ。確かに男性じゃ女性の苦しみってなかなか分かってあげられない部分があるよな。話ならいくらでも聞けるけど、直に体験することなんてできないし。ほんとそれ、話は聞いてたけど体験しないと絶対分からないよ。実際こんな大変だったなんて思ってもなかった。これから体調悪くなるのが目に見えてるけど、僕は絶対負けないから。そっか、繰り返すけどあんま無理すんなよ。またしんどくなったら俺に言えよ。うん、ありがとう。こうして友人にも悩みを打ち明けて、かなり気が楽になった様子でしたが、リューチェルさんの心はどんどん蝕まれていってしまった様子でした。そしてその不安定な様子はテレビに出演した時にも垣間見えることになっていきます。2023年4月に放送された番組で、アイドルグループ JO1 のリーダー与那城翔さんと一緒に占い師木下レオンさんによる鑑定を受けた時に、そのことが顕著に現れました。今までの人生を直感で生きてきたんですけど、その分生き方が下手だって思うこともあって。下手だとは思いません。素晴らしいとは思うんですけど、人生の漠然とした不安を抱えてる気がします。本当にその通りです。お仕事もいっぱいもらえて幸せなはずなのに、急に夜になったら明るい曲もバラードに聞こえちゃって、もう無理って思うことがたくさんあるんです。そうなんですね。不安に押しつぶされそうになる感じでしょうか。はい、ひどい時にはこの世にいる意味なんてないって思ったりもするんです。寝たら良くなるんですけど、夜になると決まって病んじゃうんです。このように複雑な心境を吐露しました。そして全ては明らかにしないまでも、何かしらで苦しんでいる様子を SNS にて投稿するようになります。耐えよう。この内容は2023年7月3日に投稿されましたが、心配したファンからは多数のリプがあったようです。何を溜め込んでいたかは当事者でない限りわからないのかもしれません。さらに他界する前日、ラジオ番組にて友人に言われたことを告白し、感謝の念を伝えました。ここでおはがきが来てます。人生を変えた一言はありますか？ある人に言われたことですが、泣いていいよですかね。人生で初めて言われて、それがめちゃくちゃ嬉しかったんです。そうなんですね。なんか素敵な言葉です。はい、その言葉に随分救われましたし、等身大でいてもいいんだってハッピーな気分になれました。リスナーの方も、落ち込んでいる人がいたら元気づけることも大事ですけど、寄り添った姿勢を見せることも救いになるってことを覚えておいてほしいです。ただその結果は言わずもがな。これがリューチェルさんの残した最後の言葉になりました。そしてラジオ放送の翌日、最悪の選択をしてしまうことになります。元妻のペコさんと息子のリンク君は、前日の7月11日がリンク君の誕生日だったためにグアム旅行に行っており、不在の中の出来事でした。もうこれ以上は限界。その後自ら命を絶ち、そのことが報道されたという流れになります。いろいろなことを打ち明け、等身大でいようと決めていたはずですが、やはり心の奥底は誰にも話すことがなく、結果自分を追い詰めてしまったと考えるのが一般的だと思います。
しかしこの報道には裏があるのではと疑われている一面もありますので、そのことについて補足的にご紹介しようと思います。そもそもリューチェルさんの他界が発覚した経緯は、マンション内の事務所で倒れているリューチェルさんをマネージャーが発見したと報じられています。リューチェルさん大丈夫ですか？息してない。誰か救急車を。ただ諸々の時間に関して疑問符がつく方もいるようです。報道によると、マネージャーが事務所で倒れているリューチェルさんを発見したのは17時35分頃とのことです。ただし速報でメディアがリューチェルさんの訃報を発表したのは18時56分頃とのことで、マネージャーがリューチェルさんを発見してから1時間30分程度しか経っていません。速報です。タレントのリューチェルさんが他界したとニュースが入りました。警察は現場の状況から自ら命を絶ったとして現在捜査を進めています。ちなみに遺書などは見つかっていません。このように遺書もない状況なのにもかかわらず、この短時間で自ら命を絶ったと判断するのはあまりにおかしいという声が出ています。もしかしたら事務所が荒らされた形跡がなく、誰かと争った外傷もないので、あくまでその可能性でといった様子で報じたのかもしれませんが、亡くなった原因の発表もないので疑問に思う方が少なくないようです。ちなみに原因の発表問題に関しては、2020年に厚生労働省から自ら命を絶つ報道に関するガイドラインの文書が発表されました。その文書の中に手段や場所の詳細を伝えたりすべきではないという文言が入っているので、そのようなことに配慮した結果だと思います。ただそもそもそれを公表することになったのも、芸能人の他界は慎重に発表すべきという観点があってのもので、それくらいデリケートに扱うべき内容にもかかわらず、短い時間で決めつけるかのような報道をしてしまうのは何か違和感を感じます。あくまで短い時間で判断できたと仮定すると、その理由としては亡くなる直前にリューチェルさんがマネージャーなど関係者にそのことをほのめかしたためということが考えられます。マネージャー、僕もうダメ。謝らないでください。話の整合性を合わせるには、このような内容がある意味筋が通っていると言えるかもしれません。ただその一方で、次のようなことを以前から指摘されているとの情報があります。以前とある芸能人が自ら命を絶ってしまったことに関して、短時間でそのように決めつけられたことを不審に思い、今も真相解明を望む声が多いです。実は取り違いや犯罪の見逃しは実際にはかなり起こっていて、検視官は医師ではないんです。法医学については研修を受けていますが、それが正しく使えているかどうかは別問題です。悪意はないと思いますが、逆にそれが一番怖いですよね。なるほど、そういった不手際が起こりやすい状況になっているんですね。犯罪の痕跡が見えない場合、関係者が自ら命を絶ったといえば、それ以上追及せず司法解剖にも回されないこともあります。じゃあ言ったもの勝ちみたいな。まあ犯罪の痕跡がない前提の話にはなりますが、オーストラリアとかでは慎重に慎重を期して正しい状況を把握するのに2ヶ月以上を要することもあるんです。え、そんなにかかるんですか？はい、でもそれくらい慎重になるべきってことですね。この芸能人の他界報道問題は2020年に勃発し、相当大きな騒ぎになりましたが、2023年も相変わらずの状況を考えると、何も事態は進展していないことがわかります。そのようにいろいろと物議を醸しているリューチェルさんの訃報は、多数の芸能人から悲しみの声を寄せられています。その中でも一番ショックだったのは元妻のペコさんで間違いないでしょう。ママどうしたの？リンク、ごめんね、パパを支えてあげられなくて。さすがにメディアもこんな状態のペコさんを追いかけるなどという不謹慎なことはしないと思いますが、しばらくはそっとしてあげた方がいいのではないかと思います。リューチェルな、そんな批判の声が多いなんて知らなかったよ。 LGBT っていうのはだいぶ認知されてるし、全員ではないだろうけど、リューチェルも認められてる部分が大きいって勝手に思ってた。なかなか民意を合わせるのは難しい問題ですよね。ただやっぱりリスクも伴うもので、そのことは重々気をつけないといけないと思います。
ただでさえ芸能人ってストレス半端ないと思うから、当事者じゃない限り経験できないほどのものと戦ってたんだろうな。今後は LGBT 法案も含めさらに議論がされていくと思いますが、その議論の中に自分の命を燃やして戦い続けたリューチェルさんの存在を必ず入れておいてほしいですね。